桐生さん、あなたは空の一壺にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください。桐生さん、わかった。それで空の一壺の持ち主はどういうやつなんだ？若い女性です。ただどうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その空の一壺の所有者は牧村誠という人物です。